チェコ共和国議会元老院は、チェコ共和国の議会の上院、プラハのバルドシュテーンスキー宮殿に置かれている。元老院の定数は81で、任期は6年である。2年ごとに3分の1が改選され、各選挙区から1人が選出される。選挙では2回投票制が適用されており、1回目の 投票で過半数の得票を得た候補がいなかった場合には上位二人による決選投票が実施される。大議員とは異なり、元老院議員の立候補者は政党の公認を受ける必要がない。元老院には議長一名と複数名の副議長がいる。また、各議員は委員会に所属する。元老院には 事務局が設置されており、専門的な業務を行っている。元老院は、プラハ中心部のマラーストラナ地区にある複数の歴史的建造物に入居している。2005年の元老院の予算規模は5億6120万、コルナだった。元老院は大議員が可決した法案の成立を遅らせることができるが、この元老院による拒否権の行使は大議員での再投票において、 議員の絶対過半数で覆される。また元老院は、大統領や憲法裁判所判事を選出するときには、大議員と合同で会議を開いたり、新しい法案を提案したりすることができる。ところが元老院は、国家予算の採決を行うことができず、また大議員とは異なり、政府を直接的に監督することができない。 元老院の議長の外交儀礼の順位は、チェコ共和国では大統領に次いで第2位となっている。元老院が入るバルドシュテンスキー宮殿元老院は1992年12月16日のチェコ国民議会憲法法 11993SB によって設置された。元老院設置の直接の理由は、チェコスロバキア解体後の連邦議会の継承だった。 またこれとは別の理由に、元老院を安全装置として大議員が承認した、法律の修正や、単一政党による支配に対する権力均衡のための手段という点が挙げられる。連邦時代のチェコの議会である、チェコ国民議会や、連邦解体後に新設される、大議員では、議員がいたものの、連邦議会の議員がいなかった、市民民主同盟や、権力の希薄化を恐れた、 政治家が反発したことで、元老院は、チェコ共和国の分離後たたちに設置されなかった。初の選挙が行われたのは1996年のことであったが、この時の投票率は35%にとどまり、大議員選挙の投票率を大きく下回った。その後も2年おきに、元老院選挙が行われてきたが、2006年まで投票率は低迷し、 最も低いものでおよそ10%、多くの選挙区で20%を下回った。ありがとうございます。